クバーナ航空1216便オーバーラン事故は1999年12月21日にグアテマラのグアテマラ式で発生した航空事故である。ホセマルティ国際空港からラウロラ国際空港へ向かっていたクバーナ航空1216便が着陸時に滑走路をオーバーランし乗員乗客316人中16人と地上の2人が死亡した。 ラウロラ国際空港では4年前にも同様の事故が発生していた。小雨の中、滑走路19に着陸した、ホーセット705便が滑走路をオーバーランし、地上の6から8人が死亡した。事故機のマクドネルダグラス DC-10 から30は1973年に製造された機体で、オム、フランス航空からリースされた機材だった。 総飛行時間は85,760時間で27,331サイクルを経験していた。FGTD は以前、エールアフリックで運用されていた際、エールアフリックで A56 便ハイジャック事件に巻き込まれていた。機長は54歳の男性で、DC-10 の他に、イル -14、L、イル -18、アン -24、ス -154、15 エアバス A310、セスナ401、リアジェット、脱走ファルコン20での飛行資格があった。総飛行時間は16,117時間で、DC-10 では4,872時間の経験があった。また、機長はグアテマラへ飛行した経験はなく、ラウロラ国際空港への着陸も初めてだった。副操縦士は41歳の男性で、DC-10 の他に、 ナス -18、アン -24、ヤク -42 での飛行資格があった。総飛行時間は8115時間で、DC-10 では4156時間の経験があった。1216便は、キューバの大学に通うグアテマラ在住の学生のためのチャーター便で乗客298人中278人が学生だった。 1216便は、ホセ・マルティ国際空港を離陸した約2時間後、パイロットは、ラウロラ国際空港の滑走路19への着陸を許可された。着陸時、パイロットは滑走路内で機体を止められなかった。1216便は滑走路をオーバーランし、滑走道端から滑り落ち民家10軒に衝突した。事故により、パイロット2人を含む、 乗員乗客16人と地上の2人が死亡した。また、37人の乗員乗客も地上の20人が負傷した。グアテマラの民間航空総局が事故調査を行った。調査から事故当時、滑走路面は濡れており、設置地点が通常よりも長かった。また、スポイラーの状態とレバーの状態が一致していなかったが、この理由は特定されなかった。 ありがとうございます。